アクアウォーク大垣は岐阜県大垣市林町にあるユニーが運営するショッピングセンターである。各店舗はアピタ大垣店。ユニーのモール型ショッピングセンターとしては3番目のものであると同時に本拠地の中京地区では初めての出店となった。大垣駅の北側にあり通路で北口の駅舎と連結する形となっている。建物は 屋上駐車場付きの鉄骨3階だけで3階と屋上は駐車場となっており平面駐車場と合わせて開業時点では約1800台が駐車可能となっていた名称の由来は大垣市が水の都であることからアクアウォークと命名された水と緑と情報魅力一力あふれる生活文化都市を目指してという大垣市の将来の都市構想をもとにした 触れ合い、アクアからのコンセプトに設計され、大垣駅に隣接することから、中心市街地活性化を担うタウンセンターとして、地域と共に発展していきたいとの考えで営業を開始している。戦術のコンセプトに基づき、全長は約200メートルで、高さ14メートルの吹き抜けを持つ幅7メートルの通路を配したショッピングモールは、水の流れをイメージした空間とされている。 2009年9月19日、大垣駅北口とアクアウォークを連絡する高架通路、アクアブリッジが開通している。蒸気施設写真はブリッジ開通前であり、現在はブリッジに遮られるために、景観は写真と異なっている。地元住民の発表などの文化活動の拠点となる多目的ホールのアクアホールや大垣市の子育て支援政策に対応した。 子ども図書館といった地元向けの公共施設を開業時から設置していたほか、スペースを無償で貸し出す形で支援し、2010年12月20日から、性能地区の福祉施設11カ所などが運営する、性能福祉の店、フレイルを1階の一角に出展させるなど、地域社会へ協力する施設も併設している。同店の立地する場所は、大見県市大垣工場の跡地の一部であり、 1997年8月7日に、マイカルが工場敷地の土地の一部を活用して、大垣沙として出展する計画を発表していた。しかし、反対運動が起こるなど計画は進展せず、マイカルの業績悪化が重なって2001年に出展を断念している。この大垣沙計画の断念を受けて、2002年4月にユニーと大見県市が、 同社大垣工場の大部分の跡地において、大型ショッピングセンターの建設で合意しており、一部の工場跡地は引き続き、大見県市が既存の施設を使い、イビデン電子工業の OEM でプリント基板の製造を行っていたが、2009年9月に閉鎖された。ユニーの出店について地元からの反対運動が起きなかったとされるが、アクアウォーク大垣として、 新設の届け出を行ったのは2007年1月になってからであった。大垣駅東方約1キロメートル2 0 0 4年4月まで23年間営業を続けたジャスコシティ大垣ショッピングセンターの跡地にマックスバリュー大垣東店を各店舗に80店が出店しているモール型ショッピングセンターロックシティ大垣ショッピングセンターが 2005年7月29日に開業している。その後、大垣駅東方、約2 5トル2006年11月25日に、平和道東会が同年1月末に閉店した、グランド玉越鶴見店の跡地に直営店を、各店舗に74店が出店している、ショッピングセンター、アルプラザ鶴見を開業しており、ロックシティ、大垣ショッピングセンターが、 約130億円、アルプラザ鶴見が約110億円と年間売上100億円以上を目指した大型ショッピングセンターが相次いで出店していた。さらに当店の開業のちょうど半年前の2007年4月27日にはイオングループがイオン大垣ショッピングセンターを開業しており当店は当店の年間売上高目標220億円と ほぼ同じ年間売上高約200億から250億円を目指していた。人口約14.8万人の大垣市に競合施設がひしめいて十分な証券を確保できない状況で無理に開業させた形となっていたことから開業前から競合関係が厳しく予算達成が困難なことは十分予見されたにもかかわらず開発を強行したとの厳しい指摘もされている。 そのため、開業直後から撤退する店舗も多めで、目立つ結果となった。このように、過剰出店の厳しい小環境の地区に出店したため、投資設はファッション関連のショッピングセンターへの出店常連企業で構成される研究会スパックを主催する小島健介から2006年秋から2008年春に開業した大型ショッピングセンターの中でも低い評価を受けている。 しかし、大垣市では、地域一番店となっており、スパックの2006年秋から2008年春に、開業した大型ショッピングセンターに対する評価でも、ワースト5には入っておらず、ワースト1だった、イオン、大垣ショッピングセンターよりは少し上となっていた。大垣市内に競合施設がひしめいており、開業直後から撤退する店舗も多めである。現状、 およびその他詳細は、ショップガイドを参照。2020年4月現在の、主な店舗、アピタアピタ大垣店に関するカテゴリー。ありがとうございます。